の得点は出次第お伝えしてまいります。続いてカナダのマリー・フージーの演技です。9.600 です。やはりちょっと引かれましたね。そうですね、やはり先ほど言いましたような減点がされていると思いますよ。これでドルチニーナは 19.500 ということになります。去年の4大陸ジュニアの部で優勝しています。このマリー・フージーまだ13歳なんですね。はい、ロリーファンの代わりにやってまいりましたマリー・フージー。先ほど四大陸選手権で優勝した選手ですけれども、はい、本当に日本の一味選手と同点優勝だったんですかね、はい、よく似てるんですよね。可愛いというところと非常に伸びやかな演技をするというところですね。身長は1メートル63センチですから、まだこれから大きくなるでしょうしね、はい、ちょっとロープが体に巻きつきました。リボンがやはり4種目を完璧にこなすようにはまだ年齢と経験が足りないんだと思いますけれども、ね、非常に将来性のある選手ですね。今なんかのところはちょっと独創性がありますが、ロープにはね、足に絡まりました。 0.1 の減点が何回か重なりますと、どうしても 9.5 以下になってしまいますので、こういうのを注意しなければいけませんね。現在はカナダに住んでおりますが、出身はブタペスト。なんか笑顔なんかは本当に先輩のロリーファンとそっくりですね。そうですね、入ってきてから帰るまで笑顔を絶やさないってよく似てますね。持ち点が 9.400 です。さあスローでご覧いただきます。まだ13歳という若いマリー・フージー。日本の選手にも勉強してもらいたいんですけど、もう反対側の持たない方の手、芯を持たない方の手ですね、はい、その手が非常にもう有効に動いているということです。日本の場合は特に横に置いておくだけという選手が多いんですけれども、はい、表現が反対の手でなされることは非常にいいことですよね。この辺はちょっと弱さが出てますね。反対の手はどうしても取ることだけに集中してます。 9.300 という得点です。合計得点 18.700 です。小さなミスがなくなると 9.5 以上になりますね、はい、カナダのマリー・フージー選手の演技をスローでご覧いただいております。それではここでお知らせをご覧いただきます。